空を優雅に舞う航空機。航空自衛隊のパイロットは厳しい訓練を通じて航空機を手足のように操ります。装備はパイロットを守り、機体はパイロットの操作に正確に応えます。パイロットの思い通りに応える機体はまるで生き物のような仕組みで動いています。 F-15 の機体内部では血液のような作動油が流れ、張り巡らされた神経のような電気配線が信号を伝えることで、手足が動くようにランディングギアや尾翼が動きます。そして計器を通じて機体の状態をパイロットに伝えます。航空自衛隊の整備員は日頃から入念に点検し、パイロットを守る装備を常に万全の状態に保つよう整備しています。様々な特技の整備員が協力して機体と装備を最高のコンディションに維持しています。航空自衛隊は一人一人が欠かせない、まさに掛け算のような組織です。すべては空自で教えてくれる航空自衛隊整備員。